はい、皆さんこんにちは、もちだです。もっち先生の英文法入門編、従属節の話、6回目となる今回は関係詞を用いた節のお話、主に関係代名詞のお話をしていきます。それでは今回もよろしくお願いいたします。関係詞を用いた節、まずは名詞を修飾する文という切り口でお話を始めていきたいと思います。名詞で表す人や物や出来事を詳しく述べるときに多くの情報を付け加えることができるのは文をつなぐという方法なんです。この場合、日本語では文を名詞の前、向かって左側に置きますけれども、英語の方は名詞の後ろ、向かって右側に置きます。例を見てまいりましょう。お父さんが買ってくれた本、これはお父さんが買ってくれたという文が名詞の前、左側に置かれています。一方の英語の方はと言いますと、 The book my father bought for me となっていまして、 The book という名詞の後に my father bought for me という文が続いています。ジョンが住んでいる家、こちらはジョンが住んでいるという文が名詞家の前に置かれています。The house John lives in という英語は The house という名詞の後、向かって右側に John lives in という文が続いています。さあ、これらの文をよく見ていくとなんですけれども、日本語も英語も修飾のためにつないでいる文の中には欠けているところというのがあるんですね。お父さんが何々を買ってくれたとなるわけですよね。その何々をって目的語の部分が欠けています。英語の方見ていきますと、 My father bought for me、 bought の目的語が欠けています。ジョンがどこかに住んでいるわけなんですが、格助詞2の前が欠けていますね。 John lives in、 in の後ろ、前置 in の後ろが英語でも欠けています。この修飾のための文の中にある欠けの正体というのは、非修飾語と同じものを表している名詞なんですね。ここでは本、the book だとか、家、the house です。この時に日本語の方は名詞だけではなく、おやになどの格助詞も欠けてしまうことに注意が必要です。今上の図では便宜上、おとかにという格助詞をつけておきましたけれども、実際にはこの部分も削り取られてしまいまして、お父さんが買ってくれた、ジョンが住んでいるという言い方になります。一方の英語の方はジョン lives in のように前置詞が残るんですね。このあたりも日本語と英語の違いということで注意が必要なところです。話を続けていきます。英語では名詞を修飾する文というのは名詞の後ろ、向かって右側に置きます。このため英語の文を読んだり聞いたりしている人は次のような疑問が一瞬浮かんだりするんですね。 This is the house、 これはその家であるということなんですけれども、その家ってどの家なんだろうっていう疑問が一瞬浮かんだりするわけです。この時にどの家かということを示すために WH 語を使うことができます。どういうことかと言いますと、This is the house which John lives in。 これはその家である。その家ってどの家なんだろうか。どの家かというと、ジョンが住んでる家なんだよってことです。そして今ご覧いただいたような仕組みというのは、人を表す名詞で文を続けるときにも当てはまります。例えば I know a man、 ある人を知っている、ある人って誰なんだろうっていうときに、そういう疑問が湧いたとすると、I know a man who eats paper。 ある人を知っている誰かというと、紙を食べる人なんだよっていうことですね。こんな風に情報が続く、聞いてる方、読んでる人の頭の中が整理できるように、 who とか which といった語を使うわけです。さあ、ここで用語の確認をしていきましょう。今ご覧いただいたように、名詞を修飾する文を名詞につなぐときに使っていたつなぎ言葉のことを関係詞と言います。関係詞のついた文は名詞を修飾していますので、形容詞節と言います。形容詞のついた文が修飾している名詞は関係詞の前に現れます。つまり、関係詞よりも先行して現れますので、先行詞と言います。さあ、関係詞、どんな語があるかをリストで見ていきましょう。まず、関係代名詞というのがあります。節の中で代名詞として働く語、それが関係代名詞です。
関係代名詞のうち、人を表すものは、主語で使うとき、節の中で主語で使う場合が who、目的語で使う場合が whom です。そして、物やことを表す関係代名詞は、which や that があります。そして、名詞と結びつけて使う場合には、whose というのがあります。関係代名詞の他に関係副詞っていうのもありまして、これらは節の中で副詞で働く語です。関係副詞は、場所を表すときに where、時を表すときに when、理由を表すときに why、方法を表すときに that というふうに意味で使い分けをしていきます。なお、この動画では関係代名詞のみ扱いまして、関係副詞はまた別の機会でお話をしようと思います。さあ、関係詞ということなんですが、WH 説としては疑問代名詞も関係代名詞も説の仕組みは同じなんですね。じゃあ、どこが違うのかっていうと、文全体での使い方が違うんです。文全体の中での使い方に違いがあります。例えば、I know who is paper ですと、この who は疑問代名詞なんですけれども、なぜそう言えるかと言いますと、who is paper という説全体が know の目的語なんですね。know の目的語ということなんで、疑問代名詞、この who がですね、誰が紙を食べるか知っているとなるわけです。一方の I know a man who is paper の方は who が関係代名詞なんですけれども、こちらは a man という名詞の後に who is paper があって man を修飾しているんですね。つまり名詞を修飾する文の中に who が入っているんで、この who は関係代名詞ということなんです。紙を食べる人を知っているという日本語に対応します。さあ、それでは関係代名詞を実際に用いた例を見ていきましょう。まずは、who を用いた形容詞から。A man の後に、he is paper という文を埋め込んだ場合を考えていきます。この場合、a man と he is paper の主語の he、これが同じ人を指しています。ですので、この he を関係代名詞に置き換えるわけですね。he は人を表していて主語ですので、he を who、関係代名詞を who を用いて who に置き換えます。この who を説の先頭に移動させますと、出来上がった形容詞は who is paper となります。で、この時に主語だった he を who に置き換えて説の先頭に移動させておりますので、主語の位置が移動の後として欠けています。この who is paper を a man を修飾できるように右に a man の右に置きますと、a man who is paper という形が出来上がります。これは日本語の方で見ていきますと、日本語は関係代名詞がありませんので、同じ人を指す名詞を節の中から各助詞ごと削除します。ですから、人が紙を食べる。これが人と同じ人を指していますので、が、各助詞がと一緒に人がを削除して、紙を食べる人とします。そして、who is paper, a man who is paper を実際の文の中に組み込んでいきますと、I know a man who is paper。という文が出来上がりまして、紙を食べる人を知っているという日本語に対応します。それから、whom を用いた形容詞も見ていきますけれども、the man の後に you met him という文を埋め込んでいく場合を考えていきます。この場合は、the man と you met him の目的語、met の目的語の him が同じ人を指しています。ですので、him を関係代名詞に置き換えるわけなんですが、これは原則通りですと目的語ですから whom を使うんですね。ですが実際には who を使うこともありますので m に括弧をつけておきました。いずれにしても who または whom が説の先頭に移動します。そうすると出来上がった形容詞は who you met もしくは whom you met となります。目的語だった him が whom に変わって、あるいは who に変わって説の先頭に移動しておりますので、元の目的語の部分が移動の後として欠けてしまっています。そして、who you met もしくは whom you met が the man を修飾しますので、the man の右側、後ろ側に貼り付けますと、the man who you met もしくは the man whom you met という言い方が出来上がります。日本語の方はこの場合も、格助詞付きの名詞を説から削除しますので、君が人に会った人だったのが人にを削除して君が会った人という言い方になります。さあ実際の文の中に組み込んでいきますと I know the man who you met I know the man whom you met となりまして日本語にすると私は君が会った人を知っているとなります。さあ次は which を用いた形容詞を見ていきます。The tree
って名詞の後に It stands by the gate っていう文を埋め込んだ場合を考えていきます。この The tree っていう名詞と It stands by the gate の主語の It ですね。これが同じものを指していると。そうすると、この It が関係代名詞に変わるわけですね。で、It はものを指していますので、使う関係代名詞は Which です。Which を接の先頭に移動させます。そうすると、出来上がった形容詞節は Which stands by the gate となります。で、ここでも It が Which に変わって先頭に移動しておりますので、元の主語の位置、stands の主語の位置が移動の後として欠けています。そしてこれを The tree という名詞の後、名詞の右側に置きますと、続けますと、The tree which stands by the gate という言い方が出来上がります。日本語の方を見ていきますと、節、埋め込む文の木がという主語が、就職を受ける語の、非就職の木という名詞と同じものを指していますので、格助主語と木がを削除して、門のそばに立っている木とします。で、文の中に組み込んでいきますと、The tree which stands by the gate was planted by my grandfather っていう文が出来上がりまして、門のそばに立っている木は祖父が植えたとなります。さあ、こちらも見てください。A picture という名詞の後に I painted it っていう文を埋め込んでいきます。今度は it が painted の目的語の位置にあります。で、この it と A picture が同じものを指していて、この it を関係代名詞に変えます。で、ここでも which を使って、which が節の先頭に移動します。で、そうすると、出来上がった形容詞節は、which I painted となりまして、元の目的語の it があった位置が移動の後として欠けてしまいます。これを a picture の後に続けていきますと、a picture which I painted という言い方ができます。で、日本語の方は、私が絵を描いた絵なんですけれども、絵をと絵が同じものを表していますので、絵を、これを格助詞こと削除して、私が描いた絵となります。文に組み込んでいきますと、This is the picture which I painted っていう英語が出来上がりまして、日本語にすると、これは私が描いた絵であるとなります。さあ、今回最後に、whose を用いた形容詞節を見ていきます。The man っていう名詞の後に、His car was stolen っていう文を埋め込んでいきます。この場合は、The man っていう名詞と、His car の his、これが同じ人を指しています。でそうすると、his か車じゃなくて his の方が関係代名詞で変わるので、この場合に whose を使うんですね。whose に変えて whose car というまとまり、この2語一まとまりの語句を節の先頭に移動させます。でそうすると、出来上がった形容詞節は whose car was stolen となります。でこれ、もともと his car のあった was stolen の主語の部分が移動の後となって欠けています。これを the man という名詞の後につないで、The man whose car was stolen という言い方ができます。日本語の方は人の車が盗まれた人ですので、この人のという部分をやはり格助詞ごと削除して、車が盗まれた人、これで OK です。さあ、文の中に組み込んでいきますと、I know the man whose car was stolen という英語ができまして、日本語にすると、私は車が盗まれた人を知っているとなります。さあ、もう一つ見てください。The man の後に Someone stole his car こういう文を埋め込んでいく場合ですね。で今度 his car が目的語です。ですが先ほどと同じように The man と his car の his が同じ人を指しています。でそうすると今回も his car の his を whose に置き換えるんですが今度は whose car 全体が目的語の位置から節の先頭に移動します。でそうすると whose car someone stole という形容詞節ができます。目的語の his car があった場所が移動の後として欠けています。で、これを the man という名詞の後につないでいきますと、the man whose car someone stole となりまして、日本語にしますと、日本語の方は人の車が盗まれた、やはり人の部分が削除されて、誰かに車が盗まれた人となります。文の中に組み込みますと、I know the man whose car someone stole という英語ができまして、日本語にすると、私は誰かに車が盗まれた人を知っているとなります。で、今回この画面でお示ししている、説明している文の日本語訳なんですが、盗まれたって受け身形を使っていますけれども、日本語では、被害の気持ち、迷惑な気持ちが生じると受け身形を使うことが多いので、日本語の方は
あの受け身系で、英語の方は能動態という対応関係で、今回は日本語訳をつけました。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録をしていただけますと幸いです。概要欄で文法能力開発のご案内をしております。どうぞよろしくお願いいたします。